田村です。今日2月25日、大阪マラソンが開催されて、まあ、テレビでね、中継やって見てたんですけど、いやー、平林選手、めちゃめちゃ速かったですね。優勝したのはね、初マラソン、大学3年生なんで、まあ、4年生でもないっていうね、まだ21歳の平林清人選手がですね、2時間6分18秒っていうタイムでね、衝撃の優勝をしまして、まあ、これについてね、やっぱりちょっと動画撮りたいなっていうふうに思ったんでね、動画回してます。この2時間6分18秒っていうタイムは、ちょうど1キロ3分ペースなんですよ。まあ、正式に言うと、2時間6分、40秒ぐらいが1キロ3分ペースなんですね。42キロを1キロ3分でいくと2時間6分。で、195キロなんで、残り約200メーター。そのペースだと200メーター36秒なんで。で、まぁ、195で5メーター短いんで、まぁ、35秒。2時間6分35秒ぐらいが1キロ3分ぴったりのペースなんで、まぁ、2時間6分18秒なんで、まぁ、1キロ2分59秒5とか6とか、まぁ、そんなペースです。まぁ、レース展開としてはね、30キロぐらいまでは結構ハイペースで、日本人の集団がね、バーっとたくさんいたんですけど、まあ、そっからですね、ちょっとペースが上がっていって、最終的には32、3キロでね、平林選手が、もうかなり余裕がありそうな感じでね、バーっと抜け出していって、正直その、もう30キロぐらいから、もう本人もなんかこう、ニヤニヤしてたんですよ。走りながらね。まあ、多分あれはもう気持ち的に、初マラソンで、こう不安やって30キロを超えても、まだ俺余裕やみたいな。俺めっちゃいけるやんみたいな感じで、多分もうテンション上がっちゃったんでしょうね。で、まあ、残り10キロで、沿道にガッツポーズしながら、まあ、もうこれはいけると確信したんでしょう。最後10キロね、ガッといきなり飛び出して、まあ、ちょっとね、見てる側としては初マラソンで残り10キロでガッて飛び出すって、いやこれ35キロ以降のね、そのきつさを分かってないからこそいけたけど、ただそれを知ってる身からすれば早いんじゃないかな。怖かったですね。見てる側としては怖かったんですけど、さすがの実力でね、最後まで行き切ってしまったと。まあ、やや最後ね、ペースは落ちてきて、後ろの選手に追いつかれはしましたけど、まあ、でもね、最終的には結局逃げ切って、初出場、初優勝、日本歴代7位の記録で優勝してました。まあ、今日はですね、この平林選手の快挙に関して、まあ、僕が、最近ずっと思ってることは、大学生のマラソン、と早いなと思ってるわけですよ。これ、青山学院の選手とかも最近よくフルマラソン出てるんですけど、結構地方の大会とかで優勝してたりして、まあ、去年一昨年もね、結構大学生のマラソン早かったんですよ。2時間10分切ってくるような選手もね、ちょこちょこ出始めましたし、まあ、そういうところも含めて、まあ、今回のレースでね、思ったことまた3つ挙げて話していきたいなというふうに思います。まず1つ目ですね、シューズ。この平林選手が履いてたシューズなんですけど、アディダスのシューズなんですけど、なんとこれは8万円のあのエボワンではなくて、アディダス匠1009というね、シューズです。これまた注目すべき点は、匠1000というシューズであること、そして9、このアディダスのフルマラソン用シューズっていうのは、僕が最近履いてるアディオスプロ3っていうシューズがあるんですけど、これが基本的に、まあマラソン用、まあハーフとか、まあ10キロとかでもね、まあ基本的にはこのアディオスプロ3の方が履きやすいと思ってる選手の方が多いと思います。男子の選手とかはほとんどこれ使ってますね。新谷仁美選手とか女子の選手は、フルマラソンではアディオスプロ3履くけど、10キロとか5キロとか短いロードレース、駅伝だったら匠1000を履くっていうパターンが多いです。この匠1000っていうのはですね、ちょっと薄いんですよね。アディオスプロ3がマラソン用だとすれば、匠1000はハーフとか、まあそれ以下、10キロ、5キロ用、ロードレース用っていう感じで、軽いけど、ちょっと薄い、中底ぐらいの、反発のプレートとかも、まあアディオスプロ3に比べると、やや弱いっていう感じのが、匠1000っていうシューズなんですけど、今、新しい最新モデル、10なんですよ。でもこの平林選手が履いてるのは、9なんで、1個前のモデルをね、わざわざ履いてるってことなんですね。しかも、この1個前のモデルっていうのは、今のアディゼロ匠1000、10より、やや薄い、もっとさらに薄い、薄いシューズなんですね。で、もっと軽いのかな。で、その分反発もやや弱いっていうシューズで、まあ、扱いやすいシューズではあるんですけど、トップランナーがフルマラソンで履くシューズではないのかなと思いましたね。はい。まあ、平林選手ね、まあ、見てわかる通り、めちゃめちゃ体重も軽いと思うので、まあ、その分ね、他の選手よりかかる衝撃は、まあ、少ないということが、まあ、わかるんですけど、まあ、それにしても、フルマラソン匠1000の9で行くんかいって思いましたね。まあ、この平林選手、実はね、その他の中の記事で読んだんですけど、そのアディダスの8万のエボワンも、実は箱根の時に提供されるっていう話だったらしいんですよ。けど合わないからやめとくって言ったらしいんですね。まあ、これはちょっと噂に過ぎないので 100% ではないんですけど、自分の足に合わないから8万のシューズやめて、アディダスの匠1009を選んだんですね。ちなみにこの匠1009も前のモデルで、そんなにめちゃくちゃ人気があるシューズではないので、ネットで調べたら普通に新品でも1万ちょっとで売ってます。セールとかでも1万1000円とか1万2000円とかで買えちゃうんですね。まあ、だから本当こう、日本のマラソンシューズ今3万4万する中で、1万円ちょっとで買えるシューズで走ってるのがこの平林選手なんで、まあ、シューズの性能全てではないなというふうに思いましたね。あとはこのエボワン履いてる選手一人ね、僕見つけたんですよ。海外の招待選手がこのエボワンの8万円のシューズ履いてたんですけど、あのシューズ前の動画で言った時に、後ろがペラペラで突起とかが全くないん
んですね。つぶつぶみたいなものがめっちゃ滑りそうって話したんですよ。まあでもアディダスの最新の研究が詰まってるシューズやから滑るとかそんなことはないだろうと。ただ見た目めっちゃ滑りそうですよね、ツルツルやしって話したんですけど、そのエボワン履いてた人一人いたんですけど、あの折り返しの時に滑ってました、ツルンってでこけてましたね。まあ雨降ってて多分その白線のとこ踏んじゃったんでしょうけど、まあとは言ってもみんな別にそれ同じコース走ってるわけだって滑ってなかったんですけど、その選手ねツルって滑ってこけちゃってたんで、エボワンってやっぱ滑るんかなと思いましたね。まあそれ確実じゃないですよ、そのシューズのせいじゃないかもしれないですけど、たまたまエボワン履いてる選手がたまたま一人だけ滑ってこけてたんで、エボワンやっぱほんまに滑るかもしれないっていうのは、疑問に思いました。まあとにかく平林選手はそのアディダスの匠戦9というね、中底ぐらいの厚底ではないシューズでね、今回この記録を出したということで、本当にねなんか面白い結果になったと思います。ちょっと薄いシューズとかもねなんか見直されてくるんじゃないかなと思いますね。まあそして次2つ目ですね、箱根駅伝後の選手でもこのフルマラソン十分強いなというふうに感じました。まあ今日快走したこの平林選手、もちろん箱根駅伝の2区走ってこっちも快走してるんですよ。ものすごい記録で走ってるんですけど、あの他にも高知のマラソンで優勝した塩出選手、青山学院優勝した選手の袋走った選手なんですけど、この選手もですね箱根駅伝終わってまあ1ヶ月ちょっとしか経ってない中で、タイムこそね2時間19分とかだったんですけど、まあでもそれは暑いし、まあ、コースもそれなりのコースなので、まあ、タイムは仕方ないとはいえどもまあ優勝したと、後半めちゃくちゃ伸びて優勝したという記録をね出しましたんで、この平林選手も塩出選手もまあ基本的に2月3月のマラソンで活躍する大学生の選手ってみんな箱根駅伝でもちゃんと走って箱根駅伝でも結構活躍してるんですよ。ちゃんと箱根駅伝で1回1年の一番のピーク持ってきてるんですね。箱根駅伝出なくて2月3月に合わせてきてマラソンで記録出すとか、箱根駅伝あんま良くなかったけどみたいなパターンだとピーキングずれてたんだけかなっていうふうに思うんですけど、箱根もちゃんと活躍してる、箱根も快走してる選手がかなり多いので、このマラソンで活躍する大学生っていうのは。なのでまあピーキングがね大事とまあ言われますけども、意外に箱根駅伝終わってから1ヶ月ぐらいの言ったら味付け程度で済んでる印象なんですね。もっと調整した方が早くなるっていうふうに思うかもしれないですけど、まあそうとも言えないぐらいの活躍なんですよ。じゃあ調整したら平林選手2時間5分30秒で走れたんかいと思うと、そんなにうまいこといかへんだろうなと思うので、まあ今日の走りがね本当に100点だったと思うんですね。やっぱりね昔よりそのシューズが進化してきた中って足作り、40キロ50キロ耐える足作りっていうのはやっぱ必要じゃなくなってきたんですね。練習でも30キロ走しかしてない選手とかでもいきなり初マラソンで42キロ走り切れたりするもんになってきたんで、やっぱり1年通して10キロ20キロとかややフルマラソンより短い距離に適応するスピード感のある体作っといて、まあ、最後の1、2ヶ月で距離踏んでマラソン仕様に仕上げていくっていうやり方で、まあ、十分なんかこの時代は通用するんじゃないかなというふうにね、あの今日のレースを見てねさらに感じましたね。まあ、2位になった、3位になった選手、まあ、小山選手、吉田優也選手なんかも、まあ、年齢で言うとね27歳26歳でまだまだマラソンではねピークを迎えてないであろう年だと思うんですけど、まあ、やっぱりね昔は30歳とかの選手がねこう上位を占めてたんですね。2時間8分9分ぐらいのタイムが日本で速いと言われてた時は、まあ、そういう選手たちはですね、まあ、ややあの中盤ぐらいでもうスピード感についていけなくなってね、あの遅れていってしまう印象がねあの最近のマラソンではあるので、まあ、よく最近のマラソンはスピードが大事と言われますけど、本当にその通りなんじゃないかなっていうふうなねことをこのレースを見てねあの改めて思いました。青山学院のねあの太田葵選手、3区で59分台出した太田葵選手ね、実は出場予定だったんですけどね、まあ、怪我とか体調不良とかで、まあ、出れなかったんですけど、まあ、なんかこれを見るとねたらればにはなるけど太田葵選手出てたらどうなってたやろうと思いますよね。まあさすがにねその4分台とかはないとは思うんですけど、ただまあ平林選手とまあ一緒に走ってそんなめちゃくちゃ負けるとも思いにくいですよね。42キロとはいえども適性は違うとはいえどもある程度のタイム差では来たと思うので、悪くても7分台前半とかで太田選手これってたら気はするんで、なんかねますますこう 見たかったですね。はい、それは僕もめちゃくちゃ思いましたね。まあ、ただねこれ勘違いしないでほしいのは、その箱根選手とはいえども箱根で20キロ完璧に走れる選手、じゃあそれみんな40キロもじゃあそのままちょっと距離踏んだらいけるのかって言われればそれは違うと思います。まあ、例えば分かりやすく言うと佐藤圭太選手なんか20キロ箱根駅伝、まあ、確かに速かったです。太田葵選手に負けたけど、まあ、めちゃめちゃ速かったんですけど、ただ基本的には5000とか3000とかもうそっちメインにやってて最後に味付けして20キロが一番ピークだと思うので、佐藤圭太選手今の状態ではね、いきなりじゃあ残り20キロを伸ばした42キロ1ヶ月でってなったらそれはまあ無理だと思いますし、駒澤大学とか、まあ、それこそ僕の母校東海大学とかもそういう感じの練習をやってないと思うんですね。逆に言うと青山学院とか国学院大学、まあ、あとなんか創価大学とか、なんかその辺も面白そうですね。この辺
谷の選手は割と誰が出ても2時間10分ちょっととか2時間15分以内くらいではマラソン走りきれる選手、面白い選手というのはいっぱいいるんじゃないかなと思いますね。またそれも現時点ではですね、逆に駒澤大学とかの選手の方がその距離に対する上積みっていうのをまだやってないので、社会人とかになってからの伸び率っていうのは面白いものはあるんじゃないかなと思います。青山学院の選手がね、卒業後なかなか伸びてないっていうね風な話はねよく言われてますけども、まあ実際やっぱり距離を踏みすぎてるがゆえに、卒業してからのまだやれることっていうのが、まあ、残ってない、少ないっていうのがね理由かなというふうに思います。まあもちろんそれもね、あの選手によってね違いはあると思います。吉田優也選手、まあ実際にね大活躍したし、今日も3位なんでね、それはもう一概に青学の選手が伸びないとは言えないんですけど、まあそういう傾向はややあるのかなというふうには思ってますね。まあそして3つ目ですね、まあこの学生の方が早い、学生の初マラソンとかでいきなりガンって来る理由として、やっぱモチベーションとかの問題もあるのかなと思うわけですよ。もちろん社会人とかも含めて日本人選手のね長距離のレベルっていうのはねすごく今向上はしてるんですけど、ただ社会人ということに単体に絞ると、東京マラソン前後2019年20年ぐらいの活躍の仕方は今してないんじゃないかなと思うんですね。逆に中学生高校生大学生とかはもうガンガン伸びてるんですけど、まあ、それこそね日本記録出したあたり2時間5分30秒50秒で大迫傑選手が走ったりとか、鈴木健吾選手がね2時間4分台の日本記録今持ってますけど、そのあたりの記録にですねちょっとなかなか今届かなくなってきてる感じがするんですね。まあ、そこはですね、まあ単純にモチベーションっていうのはあると思います。まあ、はっきり言っちゃえばですね、これ2020年以降やっぱコロナ禍でね、あの経費削減とかね、いろんな会社でそういう動きがあった中で、実業団っていうのもね、やっぱそこ結構対象に入ってたんですね。まあ、だって会社にとって必須ではないですからね、実業団って広告の一種なんで、まあ削減対象にはやっぱなってくるんですよ。なのでね、まあ実業団にかけるお金っていうのはやっぱり各会社上がってではないですね。別に明確に給料を下げられるとかね、明確に報酬がなくなるとかそういうわけではないと思うんですけど、ただやっぱ上がってはないんですね。もちろん陸連から日本記録出したら1億円みたいなね、あの話昔あったと思うんですけど、あれももちろんなくなってますし、今はやはり各会社の選手もですね、ここでマラソンで2時間10分切ったら、9分切ったら、8分切ったら100万円とかね、50万円とかあったら頑張るんですけど、そういうのもですね、まあやっぱり減ってきてるし、まあない会社もいっぱいあるんで、そういうのは。学生とかは箱根駅伝走ったりとか、もちろん高校生も高校3年生インターハイとか駅伝で活躍したら、次いいとこに進める、いい大学に進める。まあ箱根駅伝出てる選手だと、次いい会社に入れるっていうので、将来のキャリアをね、築くにはめちゃくちゃ今頑張れるモチベーションがたくさんあると思うんですね。本当にここで活躍したら明るい将来が待っているっていうね、未来があるんですけど、社会人って早く走っても遅く走っても、あるその報奨金がなければ変わらない。言い方悪くしちゃえば引退までの時期がやや伸びるだけなんですね。そこで早いから遅いからといってその月の給料が変わったりとか年収が変わったりとかねしないんですよ。そこまでシビアじゃないんです。やっぱ実業団って保証されてる会社員やから。これは本当にね、実業団に僕がいたからこそ分かるし、周りもねたくさん実業団の知り合いいるからこそまあ分かる話なんですけど、やっぱりなかなかね、箱根駅伝で活躍してた頃のモチベーション、高いモチベーション保てる実業団選手っていうのはまあ一握りですね。一握りいればいいかなっていう風な感じだと思ってます。もちろんね、競技者としてね、こう今も社会人になっても真摯にね向き合ってね、自分はもっと速くなるんだってね頑張ってる選手はもうたくさんいるので、まああんまこういうこと言うとね、まあ、また勘違いを生んでしまう可能性もあるんですけど、まあ、はっきり言ってなんとなくで競技してる選手なんてね、めちゃめちゃ多いんで、そういったところでね、やっぱ学生の方が一瞬一瞬にね、かける一レースにかける思いっていうのはでかいので、このタイトルでも言った通り、モチベーションのね違いっていうのはね、まあ、はっきりあるんじゃないかなというふうには思います。学生の方がね競技に対する姿勢は高いってことですね。まあ、以上がね、今日のこの平林選手の走りを見て、まあ、そして最近のこの学生のマラソンの強さを見てね、まあ、思うこと3つ、紹介しました。いやー、匠戦9ね、多分もしかしたらネットショップとかでもうセールとかで在庫処分みたいな感じでもう1万円ちょっととかで出してるとこあるんですよ。新品でスポーツショップとかでオンライン多分今みんな漁ってるでしょうね売り切れると思いますよ。もうそれぐらいね、あのシューズでフルマラソンね2時間6分18秒走ったのね、びっくりしましたんで、本当に平林選手のね、まあ脚力と、まあ、根性と、もちろんそれに裏付けされる練習量もねあったと思うんですけどね、本当にあっぱれでした。まあ平林選手ね、レイディーチャンネルよく見てくれてるので、まあ、もしかしたらねこの動画もまた見てくれるかもしれないんですけどね、本当におめでとうございました。また、僕の家遊びに来てください。ありがとうございました。